そうですね、まあ若くて勢いがあって、まあ、寝技の強い選手だなと思います。なんだ、まあしっかりと決めて勝つってことですかね。まあそうですね、まあ向こうは多分すごい組みついてくると思うので、まあ、それを切って、まあ、打撃戦に持っていくのか、まあ、寝技に付き合うのか、まあ、このどちらかになるんじゃないかなと思います。楽しい試合になると思うので、ぜひUNEXT で見てください。まあそうですね、もう試合順も出てるし、早い時間っていうのも分かってるんで、まあ、そこにしっかりと調整して合わせているのがプロかなと思うので、しっかり調整します。まあそうですね、5ラウンド用にそのちょっと長めのこのなんていうんですか、息上げとかをしたりとか、まあ、5ラウンド用に体を作っているんですね。あんまりその若い選手とかっていうことを考えてなくて、一対戦相手として見てて。まあ、業界的にはすごい若い選手が出てきたことが、まあ、すごい嬉しいんですけど、別に対戦相手としては、まあ、本当の1位の対戦相手。まあそうですね、まあ、自分はその、なんていうんですかね、まあ、名前貸しみたいな感じなので、まあ、あれですね、しっかりと集中して練習してますね。で、この試合が終わった後とかに、まあ、ちょっと手伝えるところは手伝いたいなと思ってます、はい。まあ同じ人間で、まあ、体重も同じで、やっぱ一発当たれば分かんない世界なんで、まあそこまでの差はないのかなとは思いますけど、まあ本当に技術的に言ったら、まあこっちの方が自分の方が、まあ、結構差はあるんじゃないかなと思います。まあそうですね、本当にこのマスコットボーカーが作ってくれた、新しいフライ級、しかもタイトルマッチを、まあ、初で、まあ、自分に戦わせてもらえるっていうか、そこはすごい嬉しいなと思ってますね。まあそうですね、まあ、ATT の方でずっとそういう練習をしてましたね、対策練習。例えばアドリアーノとか、まあ、アドリアーノとか、まあ人数いるんで、まあ上げたらキリがないですよね。それはサウスポーで、例えばこうジャンピングクラッチみたいなトリッキーな動きをする。そうですね、やっぱチョーク系の得意な選手とやってきました。そうですね、今回は、まあマイク・ブラウンが来られなかったので、スティーブ・マコと、まあ、いつも空手の同級生についてるニエコと、